ビデオカメラのデータ復旧を行いました。北海道のお客様からのご依頼です。対象のビデオカメラは JVC エブリオ GZ HD500、 テレビにつないでデータを移そうとしたらうまくいかなかった。その後エラーが発生し、ビデオカメラが使えなくなった。画面には HDD をフォーマットする必要があります。すべてのデータが消去されます。フォーマットしますかと表示されているという状況です。データ復旧処理を行い、9時間47分の動画データ 100% の復元に成功しました。またテレビで見られる DVD に変換してお渡ししました。